皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。科学技術が進んだ未来では、ある程度予測できる地震と建築技術により、震災の被害は少なくなることについて考えてみます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。未来の科学技術の進歩により、地震予測と建築技術の向上が進むことで、震災の被害を減少させる可能性があります。以下は、その一般的な側面について考えられる点です。地震予測技術の向上。未来の科学技術の進歩により、地震予測技術は飛躍的に向上する見込みです。新たなセンサーネットワークや高度なデータ解析技術により、地震の発生をより早くかつ正確に検知できるようになるでしょう。これにより、地震の予知が可能となり、早期に警告が発せられることで、人々は適切な対策を講じることができます。地震の発生パターンや前兆を理解することで、リアルタイムでの対応が可能となり、被害を最小限に食い止めることが期待されます。また、地震の予測技術の向上により、都市計画や建築技術も進化します。予測された地震の影響を考慮した建物の設計や、地震リスクの低いエリアへの都市の適切な配置が行われるでしょう。これにより、新しい建築物は地震に強く、既存の建築物もリノベーションや耐震補強が行われ、地震に対する安全性が向上します。地域住民への教育も重要な要素となります。地震への正しい理解や適切な避難訓練が広く浸透し、住民が地震に対して冷静かつ迅速に対応できるようになります。このような総合的なアプローチにより、未来の社会では地震による被害が大幅に減少し、人々の安全が確保されるでしょう。建築技術の進化。未来の建築技術の進化には多くの期待が寄せられています。新しい材料や設計手法の導入により、建物の耐震性や安全性が飛躍的に向上するでしょう。地震に強い建築物の構築が可能となり、これによって地震が発生した際にも建物が崩壊しにくくなります。柔軟性や先進技術の発展も注目すべき点です。建物が地震の揺れに対して柔軟に対応し、また先進デバイスが揺れを吸収することで被害を最小限に食い止めることが期待されます。これにより、人々は安心して建物に滞在できるようになります。また、既存の建築物に対する改修や耐震補強も進むでしょう。新しい技術や材料を用いて、古い建物を現代の安全基準に合わせる取り組みが行われ、歴史的な建造物も保存しつつ、安全性を確保することが期待されます。さらに、環境に配慮した建築技術も進化の一環です。エネルギー効率の高い建物や再生可能エネルギーの組み込みが進み、持続可能な建築が一般的になることで、地球環境への負荷が軽減されます。建築技術の進化は、単なる機能性や安全性だけでなく、美的な側面にも影響を与えます。未来の建物は、より洗練されたデザインと機能性を兼ね備え、人々の生活環境が向上することが期待されます。このような建築技術の進歩は、社会全体に安全性と快適性をもたらし、持続可能な未来の構築に寄与します。都市計画の変化。未来の都市計画は、多岐にわたる変革が期待されています。地震予測技術や建築技術の向上に伴い、都市計画も、それに合わせて進化します。
地震のリスクを最小限にするために予測された地震の影響を考慮した都市レイアウトが採用され、安全性が向上します。新しい都市計画では地震に強い建築物の配置や避難経路の最適化が重要な要素となります。これにより地震が発生しても人々は効果的な避難が可能となり、被害を最小限に食い止めることが期待されます。また地域の安全性を考慮した土地利用政策が普及します。地震リスクの低いエリアへの開発が奨励され、人々が安心して生活できる環境が整備されます。これにより都市全体が地震などの災害に対してより強固な体制を築くことができます。持続可能性も重視されるでしょう。緑地や公共スペースの整備が進み、都市の美観と自然環境が保たれることで住民の生活品質が向上します。エネルギー効率の高い建物や再生可能エネルギーの導入など環境への配慮も一層進むことでしょう。都市計画の変化は単なる建築や配置だけでなく、コミュニティの形成や地域社会の健全な発展にも影響を与えます。住民の安全や福祉を最優先に考えた都市計画が進むことで、未来の都市はより持続可能で安全かつ魅力的な場所となるでしょう。教育と対策の普及。未来の社会では地震に対する適切な対応と予防のために教育と対策の普及が極めて重要となるでしょう。地震への正しい理解を広めるために教育が鍵となります。学校やコミュニティにおいて地震のメカニズムや避難手順についての教育が強化され、住民が地震のリスクを理解しそれに備えることが期待されます。適切な避難訓練も地域全体で行われるようになります。これによって地震が発生した際には冷静かつ迅速に避難できるスキルが身につき、被害を最小限に食い止めることが可能となります。地域住民が協力して安全な場所への避難や緊急時の連絡手段の確立が進むでしょう。情報技術の進化も教育と対策の普及に大きな役割を果たすでしょう。モバイルアプリケーションやウェブベースの情報提供が充実し、地域住民は簡単に最新の地震情報や避難経路を得ることができるようになります。これにより迅速で正確な情報伝達が可能となり、住民は的確な行動を取ることができます。さらに地域社会においては災害に備えたボランティア活動やコミュニティの結束も重要です。互いに協力し合い、地域全体での防災意識を高めることで地震などの災害に対する抵抗力が向上します。総合的なアプローチによって未来の社会では教育と対策の普及が進み、地震への対応が効果的かつ包括的に行われることが期待されます。これによって住民の安全と地域社会の強化が達成され、災害に対する持続可能な対策が整備されるでしょう。これらの要素が組み合わさることで未来の社会では地震による被害が少なくなり、人々の安全が確保される可能性があります。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。